やらないか。ルシウス、続きをやっていきます。今日は誰を殺すんだ。ふんふん、あそこか。ほんじゃ行きましょうか。誰がいいのかわかんないけど。おう、ママのパンティーじゃないか。もらっていこう。確かこっちだよね。うん。しかしこれなかなか大きなお屋敷なんですね。どんだけ金持ちなんだっちゅうお話。確かここら辺かな。失礼します。性格悪そうなおばさんですね。忙しいなよ。あんたに構ってる時間はないの。彼女は全てにおいてわがままだ。彼女を殺す方法を見つけようっちゅうわけだ。あ、パンティーあった。危ねえ。大事なパンティー。ジョビタはどこ。私はお腹がすいたの。あ、パンティー伸びてる。私のパンティーが伸びてる。あ、パンティーが危ねえ。ジョビタはどこ行ったの。お腹が空いて仕事ができないわって。ジョビタさんどこ行ったっけな。ジョビタ、まあ女性の方なんですけど。うんうん、ちょっと待って。よいしょ。パパだ。パパじゃない。どけ。おら、ジョビジョブタはどこにいるんだ。こっちかな。どこ行ったかな。お、ここはエントランスか。ママがいる。お、よう、ジョビジョビタ。早くあの性格が悪そうなおばさんのところにご飯を持って行ってあげてくれ。これ以上腹が減るとめんどくせえからな。うん、ほら、しろ、早くしろ。何を持ってんだ、あれは。ミルクティーとサンドイッチか。うまそうなもんだろう。こいつ独り言多いな。ほら、早く行け。ほら、おばさんがお待ちかねだよ、ほら。遅いわ、何やってんのよ。食ってる。だ、あいつを殺す方法を見つけようっていうわけだ。ね、ジョビジョビタ。ジョビジョビタを救うために。ほんで、あいつが食ってる飯に毒を仕込もうっていうわけだ。で、毒はどこにあるかというと、ちょっとなんか遠いところにあるんだ。遠くはないか。戻ろう。なんだ。なんて言うんだ。バーがあった場所。ダイニング？庭を挟んで、リビングの向かい側の建物。まあ行ってみようか。あそこだ、ほら。あそこにあるんだ。よいしょ。そこ。バーのとこ。いや、おじさん。アレスティア。何、パンティーが欲しいのかい、ママの。お？おう。こいつはネズミの毒だ。ネズミの毒。今は取ることができない。なぜならば。まあ、こいつがいるからかな。みんなが寝静まった頃、また夜に取りに来よう。おうおうおう。パンティーはここに置いておくよ。
あれは毒だ。じゃあみんなが寝るまで私はお昼寝をしていましょうか。自分の部屋に戻りましょう。ベッドのところに。みんなが寝静まったらそーっとここへ戻ってきて、そっと毒を持って帰りましょう。ったく、こいつは何人殺せば気が済むんだろうな。いや、寝よう。夜だ。よし、真夜中に起きた。そーっと気をつけて誰にもバレないようにあの毒を取ってここへ戻ってこよう。行きましょうか。ママが徘徊してるからね。こんな風にママがまだ起きてる。バレないようにしろ。隠れよう。でここに隠れないと 100% バレて見つかる。しかし真っ暗な物置の中っちゅうのもなかなか不気味なもんだな。ママはもう行ったかな。これいつ行っていいのか分かんないからね。ドアを開けたらママと鉢合わせたなんてこともあったから。よし、ママは下に行ったのかな。行ける。よし、さっきのところへ行きたいんだけど、あそこで一服してるやつがいるから行けねえんだ。だからこうだ。ほら、じゃあな。よし、誰もいない。バレずに。あ、パンティーまだ落ちてる。あのおじさん、ママのパンティには興味がなかったのか。ちょっとがっかりだ。あ、自動で戻った。よし、あとはこの毒をね。よし、フッ、あ、まあピークハズビンバットなんちゃら、まあ、これをあいつの飯に混ぜようっちゅうわけだ。毒殺ですかね。いや、ジョビジョビだ。お前も今日から楽になれるぞ。俺が楽にしてやる。よし、これだ。毒を入れてと、これでよし。よし、新しいエネルギーを手に入れた。This is a clear case of poisoning, and I need to interview everyone in the house again. Who prepares the food around here now? I think it was Jovita. I can't imagine she would be capable of something like this. Oh my God! Why is this happening?It's for me to decide who is capable of what, Mr. Wagner. Would you consider vacating the house for a couple weeks until things calm down? We can't possibly do that, Mr. McGuffin. This is our home. We want to set things right.
The autopsy showed that she was poisoned. After questioning everyone in the house, it seemed nearly all of them had some reason to dislike her. Jovita, the Latina maid, was the one who brought food to her. But this wasn't enough to press charges. I had no evidence of tampering. Christmas was just around the corner, and I got an invite from Mr. Wagner to join them for dinner. I had my doubts about sharing a table with a possible murderer, but I had to know more. But before I had any chance to snoop around, something else happened. No witnesses, no evidence. Something that can happen only on some very specific circumstances. Right weather, right spot, and the right time. パパがまた来てくれたようだ。いや、パパ、お久しぶりです。ああ、my boy、such prodigious results. I am thoroughly impressed. Listen, I have something else to teach you. おう。新しい能力を授けてくれるというんだ。Tell them what to do. Let's unlock this ability together. 人をコントロールする能力。Follow my instructions. Oh, very good. こうだ。That's my boy. こうやってコントロールすることができるんだ。なんだ？真っ黒クロスクじゃないか。うん。なんだこれは。まあこいつを拾わせようっちゅうわけだ。こんな風に。これがマインドコントロール。With your new skills, you should avoid detection and reap more souls for me. なるほどね。で、これからこのマインドコントロールをよく使っていきます。ロードが長いね。December 24. クリスマスですかね。I know we've had our difficulties this year, but don't let that ruin our Christmas. As a family, we have each other.We should remember our friends and our faithful employees we have lost. I'm not sure how you expect to win another term in the Senate with speeches like that. Dad. Alistair, could you bring another bottle of Burgundy, please? And on your way, could you turn on the Christmas lights? Certainly, sir. さて、今日はクリスマス。一体誰を殺そうか。うん。なるほど。じゃあ、今回は、こいつを持っていこうか。ボトルですね。ちょっと私は水が欲しいので、こうだ。ちょっと水を入れて持っていきましょう。ほんで誰を殺すかっていうと、まああいつだ。まあ、とりあえず下でクリスマスパーティーやってるっぽいんで見に行きましょうか。うん。
楽しんでますね。これが刑事さんかな。Hello, my boy. パパ、ママ。うん。雪が降ってますね。美しい。いや、クリスマスパーティーだってのに、なんで君は一人でいるのかな。滑らないように気をつけてと。こいつだ。こいつはみんなクリスマスでみんなで食事をしてるのに、こいつはなぜか一人でいる。こいつを表へ出す方法を見つけよう。さっき水入れたボトルがあるんでね。さっき滑らないように気をつけてよって言ってたからさ。ね。ここだ。よし。これで水をまいて、ここは氷になって。ツルツル滑るようになってる。あとは奴をあそこまで誘導することができれば、あとはこっちのもんさ。お、マインドコントロールをするには、ちょっと、ダメだ。できない。あ、これどうすんだっけ？ね、おじさん。Hello, young master. うん、ヤングマスター。うんうん。おじさん行こうよ。Alright, Lucius. How's my best mate today? うんうん。今日はいい気分だ。Hello, Lucius. I'm in the middle of something. うんうんうん。どうやってあそこまで誘導させるんだっけな。ちょっと探してみようか。そうだそうだ、これだ。よし。外のライトを消してやった。やつが様子を見にこっちへ来た。これはチャンスだ。いや、おじさん。今日はいい気分だ。これマインドコントロールするんだっけ。このままステンコロにするんじゃない。した。助けてくれ。断る。奴は転んだ。これはチャンスだ。なんかもう死んでるように見える。断る。こいつだ。そしてまたエネルギーを得た。Mr. Wagner, this is Wayne Preston from the Herald. I wonder if I could ask you some questions about the recent deaths at Dante Manor. This is a private line. How did you get this number?Five deaths within a few months is quite a sensational story, Mr. Wagner. The public needs to know. Winter Hill Police Department. This is Senator Charles Wagner. Please put me through to Detective McGuffin. The press are closing in on this, Mr. McGuffin. I have an election coming up, and I can't let this get out of control.
I sympathize with you, Mr. Wagner. These journalist types are like vultures around every sad case I get. They just love tragedies. But what can we do? It's a free country. I need to keep this out of the papers, Mr. MacGuffin. We've had a run of bad luck. It's as simple as that. The stakes are high, and I'm under a lot of pressure to clear this up. The pressure is on both of us. Your mess is making the precinct look like a joke, and my superiors are not going to take it lightly. Yeah, well, you won't know the half of it unless you get this wrapped up. Is that a threat, Mr. Wagner? That's not something you want to find out. A couple of phone calls can do wonders. Detective MacGuffin, a word with you, please. How did you get in here? You're working the case here at the Wagner Estate. I'd like to ask a few questions about the series of unusual deaths that have occurred over the last few months. Now listen to me. You leave those people alone. They've had some bad luck is all. They're nice people, and they need space to get over their losses, okay? And if I find you anywhere near this house again, I'll run you in. You got it? I was almost ready to bring in the Latina maid. I was planning on searching a room, hoping to find a problem. 事件の話を嗅ぎつけた、まあ、どっかの取材班か何かが家へ来てり、来ましたね。いくつか事件について質問させてくれ。なんでこの番号を知ってるんだ。ってな感じでしたね。God knows what, his dirty little film room. When we searched that room, it was a sick pervert's nest. I mean, they had a kid in that house. Little did I know about this kid. よく寝た。さて、今日は1月、年明けの、今日は誰を殺すかな。ほんじゃ今回はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございます。高評価忘れずによろしくお願いします。コメントはすべて目を通しておりますので、ご自由にどうぞ。それじゃ、また。